これでひとまず安全ですな。助けてくれてありがとう、ミス・ドルービス。森の奥へ進むなんて、あのオレンジ色の髪の娘を探しに行くつもりかしら。ええ、あの子なら麻酔を撒いた後、モスグリーンのベントレーに乗って北西に向かっていくのが見えたわ。この森は全ての来訪者の行く先を知り、ある時はそのものを迷わせ、ある時は光へと導くのよ。あなたのお友達は幸運をお持ちのようね。北西の出口は地図から見るとザ・ウォールデンのすぐだね。あなたたちザ・ウォールデンに行くの？そう、あなたたちも今夜のストーム会に参加するのね。あ、ストーム会って何？各地の優れたアルカニストを招集して行う集会よ。彼ら以外にもオーナーと親交のある名家や一般の常連客も招待されるわ。きっといつも通りステージバトルに加えて、想像しいこの集会でとっておきのいい知らせを発表するのでしょうね。そのいい知らせとは具体的に何でしょう、ミズ・ドルービス。申し訳ないけど、私は興味がないのでわからないの。そうね、そんなに知りたいのなら私の招待状を使って参加するといいわ。この集会は地下バーで行われる闇集会よ。参加条件はこの招待状と5万ドルの株券を所持していること。株券？このバーはなんでいつも金融証券と関わりが？私はもともと株式贈与契約書を一部持っていたのですが、友人に焼き払われてしまいまして。そう、まさか無一文でここまで来るとはね。1929年、株価は恒久的に高い高原のようなものに到達した。こんな論議を聞いたことはあるかしら。今や人々はほとんど現金で取引することはないわ。アルカナムの介入により株取引は驚くほど便利になった。新時代の都市は急速に拡大していき、マセーラですら足場を失ってしまった。このような時代の中、膨大な消費欲を満足させられるのは融資と絶え間なく急騰する相場だけよ。このアップルめの記憶にある歴史とは似ているようでいて、どこか違いますね。これは5万ドルの株式贈与契約書よ。それでも参加したいのなら持っていくといいわ。君は行かないの？お気遣いありがとう。でも今のところはこの森を離れたくないの。はじめまして、私はあなた様の取引仲買人です。当贈与申請を受理しました。申請が許可されました。名義を変更しました。日頃よりブルーチップをご利用いただき誠にありがとうございます。本日は不動産投資が注目を集めております。以下あなた様におすすめのプランをいくつか。不要ですよ。では、この道をまっすぐ進んだ先にある3本のヒノキが森林の出口よ。そろそろお別れの時間ね。
この森があなたたちを導いてくれるよう願っているわ。そうだわ、バーのオーナーに会ったら私の代わりによろしく伝えてね。ニューソテスの旦那、ごきげんよう。シュナイダー、彼らを無事連れてきたかい？アルカニスト7人、誰一人小指一本もかけてないわよ。全員ヴェンデッタの競技にとても興味があるそうよ。きっとすぐ忠実な使者となって命まで捧げるでしょうね。任務を完璧に終えたあたいに何かご褒美はあるのかしら。目撃者を数名生かしたようだな。あれれ、確か任務の中に一般市民を殺せという指令はなかったわよね。それともあんたたちにとって純血ではないアルカニストは何の価値もないのかしら。いくらあたいが南側のマフィア出身だからって情けはあるつもりよ。ストームとは違ってね。もちろんベンデッタは特別な存在には例外を設ける。例えば今もなおあなたの失踪した姉を探していることとかね。ええ、引き続きよろしく頼むわ。もし技師のミス・マリアンがあなたがここまで彼女を思っていると知ったらきっとお喜びになるでしょう。何せあなたはグレコ家の養女に過ぎないのですから。結局はあの人間たちと何の血縁関係もないわけだ。何はともあれ十数年生活を共にした家族だしね。マリアンのことを気にかけてくれてありがとね。けど確か失踪したのがどの姉かまだ教えてなかったはずなんだけどな。ママ、ママ、すぐに荷物をまとめて今夜ここから離れよう。シニョーラ・グレコは受話器を下ろした。彼女は絵に描いたイタリアマンマのように冷静だった。彼女たちはピストルを取り出す前とびきりうまいパイを焼いてたりするもんだ。盗聴や紛争を防ぐためドアの外には十分な数の黒ずくめなガードマンが立っていた。シニョーラ・グレコは目の前にいる。1、2、3、4、9、10、11人の子供たちを冷静に一別した。シュナイダーの世話のもとここ数年でビッグな家族になれたのさ。シュナイダーの姉たちさ、シニョーラ・グレコには見分けがつかない。唯一シュナイダーだけ彼女たちと違っていた。彼女は地震という災害の中で生まれ、血まみれのまま2時間後にやっと産声を上げたんだ。父親が彼女に洗礼を受けさせていないことに気づいたのは1歳になった時だった。
グレコ夫婦はギャングの事務処理が苦手だった。いつから娘が家族の頼りになったのかすら覚えていない。シュナイダーがポケットから500ドルを取り出してテーブルに置いた時、彼らは初めてめまいを覚えたのさ。シュナイダー、シュナイダー、親からさほど関心を受けてこなかった末っ子、すべての子供にたっぷりの愛情を注ぐのは無理だった。生態すら分けてもらえなかった。でもいい子は誰にも迷惑をかけたりしない。彼女は教会の外にあるベンチに座って歌を歌うようになった。そして己の進む道を見つけ、取り憑かれたかのように闇市に足を踏み入れた。彼女はある日自分の新しいアイデンティティを宣言したんだ。お前さんがよく知ってるそれだ。それのために彼女は一部古いものを捨て、一部新しいものを得た。それを望んでいたかどうかは知らないけどな。そしてシニョーラ・グレコがこう述べた。今生死に関わる時が来たよ。もし今晩シュナイダーが無事に戻れたら、私たちは月が昇り始めた時に出発しよう。目の前のドアが次々と閉められてゆく。でも慈悲深いマリア様はきっと最後の庇護をしてくださる。我が子たち、今日という日を永遠に覚えていて。彼女の発言は身分相応だったさ。だがシニョーラ・グレコの瞳はテーブルの上に置かれた小さな聖母像から離れてなかった。服の襟はもうびしょ濡れさ。午後4時、一つの家族は新しい放浪をすると決めた。同意見です。大賛成です。うんうん、綺麗な虹ですわ。はっ、あなたを信じます。うんうん、よくわかった。そこからに属しているもこう。やっぱり勝ちる。気をつけたまえ、若者。同意見ですぞ。一日一個のリンゴで医者いらず。なあ、無重力状態はほんの一瞬で落ちるリンゴのように、星は太陽へと落ちる。同意見です。ライバルジョーヤ。うんうん、よくわかった。綺麗な虹ですな。センペカーレミとコステルモコア、あなたたちのために祈りを捧げます。安らかに。you
こんにちは。聖パブロフのレディー Z につなげてください。はい。ああ、あなたか。どうしたの？1929年のアメリカ金融市場について歴史情報へのアクセスを要求します。具体的に言うと、ウォール街で株価大暴落の正確な日付と株取引におけるアルカナムの介入、この2点についていただけませんか？他には？あと、今夜のストーム会に向けて援軍の派遣を要請します。もちろん兵服着用で。1929年株価大暴落の発生日は10月24日木曜日。その後も28日と29日で再発しているわ。情報によると、この事件にアルカナム学会は関与していないようね。ベンデッタによって歴史が書き換えられています、レディー Z。 あなたに特別部隊を一つ与えるわ。もちろん最高指揮権もね。彼らが歴史を変えようとしている原因が分かるまでは慎重に行動するのよ。はい。どうやらお友達が少々面倒ごとに巻き込まれてしまったみたいよ、レグルス。チッ。あのさ、手続きが済んだらもう帰っていいんだよな。今から計算科学研究センターの事務所に行けばいいんだっけ？ああ、僕が案内してあげるよ。彼はメカニカルエンジニアの X よ。この際、彼に私たちの設備について紹介してもらうといいわ。あなたは確かロックンロールで名を挙げたと聞いたけど、何でも人類の工学技術にもとても興味がおありだとか。ああ、なるほど。そういうことなら自己紹介はいらないよな。私のことは船長 R と呼んでくれ。僕たちの名前はそういう意味じゃないんだけどな。おいで、遠くから来た友よ。君とは面白い話がたくさんできそうだ。この事務所は計算科学研究センターにおいて唯一財団に属しているんだ。だから共有できるものはこれら紙の研究資料くらいなんだよね。おい、急に止まるなよ。ぶつかるところだったろ。計算科学研究センター関連の資料共有が終わったよ。観光はこのくらいにしよう。何か知りたいことはあるかい？例えばストームの真相とか。あんた何か知ってるのか？僕じゃなくて僕らね。この計算科学研究センター内部施設の一つ、ローレンツ研究所がね、今回君をこの計算科学研究センターに招待したのも僕たちの提案なんだ。たとえ君が例のものを持っていないとしてもね。何はともあれ互いを理解する必要があると思うんだ。どうやらあんたら財団はどいつもこいつも情報収集の専門家のようだな。僕らは財団には属していない、計算科学研究センターにすらね。例のもののために君をつけ狙うベンデッタの手下たちとは違うんだ。僕らはただ探求心の強いアルカニストにしか興味がない。ストームについての理解を深めるためにも僕らには優れた才能を持つ仲間がもっと必要なんだ。つまりあの扉の向こう側に
あんたたちの秘密基地があるってことか。そういうことになるね。何も見えねえじゃん。はあ、ベルディたち今頃何してんだろう。もっと早く走らせてくれないかしら。ソネット様はとても急いでいるのよ。お嬢様、これ以上は加速できません。このような森の中でスピードを出したらミスターカーソンに怒られてしまいますからね。ザ・ウォールデンまであとどれくらいかしら。そうですね、あと30分ほどでしょうか。まあ、そんなに？ソネット様のお友達探しを手伝ってあげると約束したわよね。このままだとベルティ様にお会いできませんわ。こうなったらベルディ、さあこれを飲みなさい。今朝調合したばかりなの。その名はハッスルマッスルピョンピョンピョン。これを飲めば。え、あの、待ってください。お嬢様、やはり今回もポーションを売るおつもりで。どう？力がみなぎってきたでしょう。なんせ効果抜群の純潔なコレスクの涙と最も濃度が高いブルーロブスターの単純酸を加えた一品。恐怖なんかすぐに忘れて勇敢になれますわ。飲まず食わずでも興奮状態が2日間も続きますの。ミスサザビー、そのようなポーションを一瓶まるまる飲ませたのですか。いくらなんでも危険すぎます。大変、なんだか様子が。しっかり捕まってください。こんなに調子がいいのは初めてですよ。羽ばたけ天へ、羽ばたけ天国へ。バスのタイヤ回る回る回る。は、速すぎます。市街地ではスピード違反です。ちょっとペルディ、もう着きましたわ。なんでまだアクセルを踏んでいるんですの。早く止まる。もう着いたってば。誰か助けてくださいまし。ミスサザビ、ご無事ですか？ここは？私たち、確か、ザ・ウォールデンの裏側に突っ込んで。ええ。でもこの場所、まるで、地下迷路、みたいですね。うわあ、本当にバーの後ろに突っ込んじゃったのね。オートアイランドも壁にはまっているわ。ベルディ、ああよかった、気絶してるだけみたいね。しかしどうしましょう。壁を壊してしまってジーヤに知られたら。
ここは車体で塞がれてしまったので別の出口を探すしかありませんね。そうね、ジーヤに知られる前に早くここから離れましょう。カースピター、さっきの衝突でこの地下に住む魔性を起こしてしまったようです。まあ、どこどこ。わあ、よくダストに寄生しているカーバンクルですわ。彼らは群れで行動するから一匹見かけたら大量のカーバンクルが近くにいることになるわけで。ここから離れるには彼らを倒すしかないようですね。ええ、そうね。私の錬金術がきっと役に立つはずですわ。平和よ、どうか我らと共に。どういけ、大賛成ですぞ。うんうん、よくわかった。虹の成分を引き出します。綺麗な虹ですな。やっぱ作中気をつけたまえ、若者よ。あなたを信じます。どういけんですぞ。先輩カーロリンとコステールもこう。一日一個のリンゴで医者いらず。大賛成ですぞ。お気をつけ。そうだね。うららなーに、無重力状態はほんの一瞬だよ。リンゴのよう星は太陽へと落ちる。マルチブレード、気をつけたまえ若者。まだ見ぬ世界はこのペン先に。うんうん、よくわかった。 Each moment, now night。大賛成ですぞ。So long lives this, and this gives power to thee。 綺麗な虹ですな。まだ見ぬ世界を信じます。刃のように。 Each moment, now night。I know the moon, and this is an alien city。先輩カーロリンとコステールもこう。気をつけたまえ、気をつけたまえ若者よ。同意見ですぞ。大賛成ですぞ。同意見ですぞ。そうだね。お気をつけ。大賛成ですぞ。よくわかった。うちの矢が切らせ。へい。知恵と力、より大切なのはどちらかな。ミスターフェルディは私に任せてください。彼を背負っていきましょう。ミス・サザビーの方が
ザ・ウォールデンにお詳しいようですし、道案内をお願いできますか？ええ、任せてくださいませ。私の知っているザ・ウォールデンとは全然違いますけれど、きっと出口を見つけられるはずですわ。助けて、シュナイダー、苦しい。誰？誰と話しているんですの？先ほど何か声が。気のせいでしょうか？ いえ、そんなはずありません。この壁の隙間からにじみ出ている液体には人間の嘔吐物と血液が含まれているようですし、これは自白剤。ソネット様、なぜ先ほどから壁に向かってつぶやいているんですの？早くここから出ましょう。今行きます。うん、ひらめきましたわ。さあ、私に続いて左へレッツゴー。あれは気のせいではないはず。きっとアルカナムで人間を監禁しているんだわ。早くタイムキーパーに報告しないと。全ての色か。なーに、無重力状態はほんの一瞬だよ。刃のように。え、そうだね。落ちるリンゴのように、星は太陽へと落ちる。はい、レイムセレーノイセントエリンピーナ。知恵と力、より大切なのはどちらかな。賛成です。よくわかった。お気をつけ。うーらら、綺麗な虹ですな。同意見です。あなたは信じ、大賛成です。
1日1個のリンゴで医者になる。はっ！なーに、無重力状態は本同意見ですぞ。木から落ちるリンゴのよう、星は太陽へと落ちる白か、あるいは全ての色か。気をつけたまえ、若者。第三同意見です。よく分かった。虹の成分を引き出します。知恵と力、より大切なのはどちらかな。支援に来てくれてありがとう。よほどのことがない限り、あなた様がレディー Z にお願いなどしませんからね。嫌な予感がするだけ。ただの思い過ごしであればいいけど。他の隊員はもう定位置に？ええ、集会の参加資格が得られた隊員は計8名、すでに各々入場しています。残りは各出入り口で待機させています。こちらは我々が収集したザ・ウォールデンの情報です。何でも今夜決闘ショーを催す予定だとか。参加者は100万ドル相当の株券がもらえるそうで、掛け金を支払った者には5から10倍の金利がつくそうです。なんてことは。タイムキーパー、これを。計算科学研究センターが新たに開発したエンジェル34対7です。土管虫の細胞液が添加されております。この翼部分を開き15秒間振ると周りに大きな衝撃波を放出します。単一方向のみ放出されますので、使用時は立ち位置に気をつけてください。ええ、ザ・ウォールデンに向かいましょう。あなたはミスターアップルの後ろに続いて、くれぐれも目立たないように。ようこそお越しくださいました。新しい移住者アルカニスト、道徳的なものと非道徳的なもの、バーの反対連盟と民主改革主義派、自由思想と宗教信者の方々よ、ようこそあなた方の拠り所ザ・ウォールデンへ。どうでしょう、先ほどの酒を浴びた美女と大蛇の舞は楽しんでいただけたでしょうか。それでは今から会場にいる皆様に新しく調合したパイソンスイートを振る舞いましょう。焼き焼きバーボンを好むシカゴの皆さんならきっとこの味を認めてくれると断言できますよ。おやおや、皆様チャートが気になって仕方ないようだ。どうかその期待を次の決闘にお向けください。必ずや恐ろしいほどの報いが得られますよ。なんという人の数でしょう。危うくお気に入りの包帯が取れてしまうところでしたぞ。それにしても賑やかですな。とても不法の地とは思えませんが。ここはアメリカ全土で唯一取り締まられたことのないバーです。何でもオーナーのミオソティスが自ら調合したポーションドリンクは口に含んで初めてアルコールと化すのだとか。原料の仕入れから医薬店許可証、蒸留や運輸、そして販売に至るまでギャングと手を組み安全を確保しており、証拠を一切残しておりません。ここはどんな人でも受け入れ救いの場を提供します。
この一点だけ見ればシカゴの地下バーにおけるザ・ウォールデンの地位がよくお分かりでしょう。彼とバネス・ベンデッタの関係について何か分かったことは？ありません。ただ個人情報が何者かに書き換えられていました。とはいえ彼がこの時代のものであることは確かです。ですが彼がワシントンの政治家と接触した時期はアメリカ金融市場における異常なブームの始まりにかなり近いことが分かっています。それ以降ザ・ウォールデンは各アルカナム関連の株価金融の取引と深く関わりを見せています。さて皆様、ご参宿に。これより今夜のスイートな前菜をお楽しみください。共にファイターオブザイヤーを歓迎しましょう。たった一人で10人ものアルカニストと人間の挑戦者をノックアウトし腐敗の誉れを獲得したチャンピオンを。あの子は？さて、こたび開かれる挑戦の舞台に立つ幸運なゲストは果たして誰か。100万相当の株券だぞ。舞台でボッコボコにされたところで家で2ヶ月も寝てりゃどうってことないさ。わしは欠けてに回るやん。うまくいけばハンプトンの別荘すら手に入るぞ。運命の挑戦者はこのスポットライトで選出されます。運命の女神はあなたを選んだようですね、シルクハットをかぶったお嬢さん。やられた。ただいま舞台におりますのは去年のチャンピオンであるシュナイダー並びに聖パブロフ財団のタイムキーパーミス・ベルティです。やられました。我々の情報が漏れたのでしょうか。行ってくる。安心して。それでは決闘を始めてください。久しぶりね、セーフの旦那。あたいの旦那はどうしてもあたいがあんたを始末する姿を見たいらしいわ。わざわざこんな場を設けるほどにね。あら、外しちゃった。あんたたちそこまで無駄死にしたいの？もしかしてそれが財団の言う正義ってやつなのかしら。財団に正義なんか存在しないのにね。ストームの存在すら公にできないじゃない。馬鹿げた嘘であたいの家族たちを拒絶するのもあんたたちの正義なのかしら。君、もしかして財団に？任務カプセルについていたみかんの香り、だから事前にガレージで人質をさらうことができたんだ。受け入れてもらえないのなら引き続き旦那に命じられた任務を遂行するしかないじゃない。やだ、油断しちゃった。それじゃあそろそろ本気で行くわよ。いない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 。
大佐同意見ですぞ。お気をつけ、虹の成分を引き出します。第三同意見ですぞ。はっ、お気をつけ、気をつけたまえ。平和よ、どうか我らと共に。刃のようにあなたを信じます。先輩カーレリンとコステールモコーレイムセレーナインセンスエリンピーナ。刃のまだ見ぬ世界をこのペンサムにレイムセレーナインセンスエリンピーナ。 Each moment, now night。今に最もふさわしい使用。センペランドでマシャステールもこう。So long lives this, and this gives power to thee。 あなたを信じ、まだ見ぬ世界をこのペンサレイムセレーナインセンスエリンピーナ。 Each moment, now night。最もふさわしい使用。先輩ランドでマシャステールもこう。イエーイ、パーフェクトな演習だったね。え、最高だぜ。もっと賭け金を上げてやろう。あのベルーなんとかいう娘に。頑張れチャンピオンのジョーちゃん、あんたに全財産かけてんだからな。おっと、ウが381.172。ああ、あと5000上乗せさせてくれ。いいわ、最高よ。政府の旦那ったら思ったより強いのね。他の財団のクズどもとは大違いだわ。なぜ財団に身を寄せようと。ベンデッタでは満たせないわ。なぜって、この世に残ることを許されないあたいたちだって生きたいからよ。ストームがもう目と鼻の先まで来てるのに、雨宿りするための避難所も軒先だろうも瓦礫だろうも。もし私がその避難所を提供すると言ったら、あんたと同じ言葉を投げかけてきた人がちょうど今あたいたちの後ろでこの試合を鑑賞してるわ。今ダウが31ポイント下がってないか？見間違いか？でありますか？すみません、ありません。でも全力を尽くします。どうか信じてください。平和よ、どうか我らと共に。
ンヌスレーノイセンスエリンピーナ。まだ見ぬ世界を今に最もふさわしい詩を選んでくれましたね。案内知恵と力、より大切なのはどちらかな。この先に道はありません。どうやらまた行き止まりですね。あら？この壁の向こうからたくさんの歓声が聞こえるわ。きっとこの先に出口があるのよ。確かに人の声がたくさん。タイムキーパー？今彼女の声が聞こえたような。おーい、誰か聞こえますか？私たち壁の中に閉じ込められているんですの。どうやら聞こえないようですね。こうなったら壁を壊すしかありません。ダメ、向こうでは大勢がパーティーを楽しんでいるのよ。怪我でもさせたら大変ですわ。覗いてみますわ。どうやら私たちは舞台のスポットライトのちょうど真後ろにいるみたいですわ。かなり隙間が大きいよね。これなら腐食ポーションを使えばレンガを取り除けるわ。いいですね、早速真ん中から始めましょう。早くここから離れないと。タイムキーパーがきっと私を待っているはずです。この喜び、心の底から嬉しいわ。また19ポイント下がったぞ。どういうことだ、あいつら何やってるんだ。なんてことだ。さっき追加した5000なんだが、返してくれないか。ダメか。おいオーナー、この株価チャートどうなってんだ。今日エイプリルフールじゃないよな。あらら、どうしましょう。誰もあたいたちを見てないわね、政府の旦那。もしも旦那の腕に穴でも開ければ観客の目が少しはこちらに向いてくれるのかしら。やはり株価が歴史よりも前に暴落したようだね。歴史の出来事を前倒しするのはまさか。なんか痛みを感じないわけ？やだわ。太ももにすればもっと気を引くことができるのかしら。くそ、大暴落じゃないか。さっき全部売っちまえばよかったぜ。ちくしょう。俺の家が、嘘だ、全てパーじゃないか。俺の賭け金を返せ、返せよこのクソ野郎が。もしもしダーリン、違うんだ、聞いてくれ。これはあくまで一時的なもので、ウォール街のバンカーたちがこの事態を放っておくはずないだろう。何、みんな撤退してるだと。出来高はもう1200万株にまで及んでるのか。払えたってどうやってだよ。現金なんかあるわけないだろ。俺が現金持ってるように見えるか。あ、こっから出せ。給与が、家に返してくれ。
本当に面白いわ。目の前で人が死にかけてるのに誰も気にしないんだもの。なんてことを。ミズ・ベルティはなぜ土管エンジェルを使わないのでしょう。せっかく敵の本拠地に乗り込めたのに、ここで使えば全て無駄になってしまうのを危惧しているのでしょう。さてと、そろそろ終わりにしましょう。あんたを殺さないと今夜はここから離れられそうにないしね。彼よりも先にあんたという瓦礫に出会えてたらよかったわ。そうしたらあたいだって、まあ、いっか。政府の旦那、アッディーヴ。タイムキーパー。どうされたのですか。血がこんなに。平気。それよりなぜ舞台の後ろから。怪我はないようだね。よかった。早くこちらへ。そちらで何か揉め事が起きているようですわ。うわ、気をつけて。巻き込まれちゃいますわよ。彼の後ろにいるのはマヌス・ベンデッタたちだ。皆様、間もなく滅びゆく世界でこのような忘れがたき終幕を見せてくれたことに感謝します。ミオソティス、お前のとこで買った株が全部大損だ。どうしてくれる。実にいい質問ですね、トーマス様。皆様にいいお知らせを発表します。これに比べればダウが300以上下落したことなど取るに足らないものとなるでしょう。あなた方が今いるこの世界、いわゆる競争の20年代は1929年をもって終止符が打たれます。そして今、皆様には我々と共にこの終焉を静かに見届けてほしいのです。頭でもやられたのか。自分が何を言ってるのか。ご安心ください。彼はしばらく口が聞けなくなるだけですので。はい、そうですか。暴落が止まったのですね。終値は 230.07 ですか。というわけで皆様、ウォール街は崩壊しました。そしてストームがついに訪れます。始まりはほとんど見えない一粒の水滴、下水道から、ゴムの靴底から、そして捨てられようとしている牛乳から。一滴一滴はやがて誰の目にも止まらない水たまりになる。次第に水たまりから水滴が立ち、迷うことなく地面から離れていく。まるで悪しき習わし。
この時代と社会の悪しき習わしを捨てようとするように。それは群衆に騒動を引き起こしたが、習わしはひどくなる一方だ。まるで突然変異がごとく、あらゆる世帯に取り付く。60年代、それは人々の姿をおかしなカートゥーンに。90年代では我々の血管を通信ケーブルへと変える。最後に全ての不条理はストームと化して、この世界を徹底的に洗い流すである。そして生きる資格を得られた者のみが我々と共に過去に遡ることができる。以上、公にできないストームのことについては我々の政府代表ヴェルティ城が一番よくお分かりですよね。あなたは誰よりも分かっているはずだ。時代をリセットするカウントダウンがすでに始まっていると。ようやく全て分かったわ。以上が僕たちが今のところ掴んでるストームの全てだよ。そして僕たちがすべきなのは、ストームを引き起こすきっかけとなる時間、出来事、場所をいち早く特定すること。僕たちはこれをカオスエネルギーと呼んでるんだ。最新の研究資料から見るに、時代を遡らせるストームは上皇時代オリジンバタフライが羽ばたいたことが原因ではないかと予測してるんだ。上古時代ってすっごくすっごく昔の、あの何もなかった時代のことか。おそらくそうだろうね。バタフライが作り出したカオスエネルギーの原型が、時の流れと進化によって活発化して不安定になっていく。それを何者かが利用して世界を逆行させるストームを作り出したんだ。ってことは、この資料にある渦巻きのマークは、これからストームが起きる可能性がある場所ってことなのか。私たちに一番近いマークが、警報みたく赤く点滅してっけど。ああ、つまりそこが今回のストームの中心に位置することを表してるんだ。そう、シカゴのザ・ウォールデン、君のお友達がいる場所だ。一緒に彼女たちの無事を祈ろう。ようやく全て分かった。君たちは歴史を利用してストームの進行を早めているんだね。社会的紛争、歴史の激動、新技術の誕生、どれもストームを発生させる可能性がある。1999年の最後の日から世界は絶え間ないストームによって逆行されていった。一体いつまで巻き戻すつもり？50年前、100年前、それとも。もちろん世の秩序が正しかったあの頃にさ。まあ人間の犬に正しい秩序を理解してもらうつもりはないがね。
ザ・ウォールデンの同胞たちよ、我々に残された時間はあとわずかです。我々マヌス・ヴェンデッタの他にあなたたちに世界が滅びることを教えてくれた者は果たしていたのでしょうか。人生最後の24時間を皆様はどう過ごすおつもりですか。価値を失った財産を抱いて涙を流し、これは悪夢だと己を慰めるか、それとも世界を立て直すという我々の使命を担いて新たなる秩序の誕生を見届けるか。その仮面をつければストームに消されないのか。同胞となった者全員の安全を保証しましょう。そんなの嘘です。あなたたち密室に一般人を一人監禁していますよね。ではヴェンデッタに加わる最初の任務を言い渡しましょう。ストームの真実を隠蔽し、お高く止まっているこの政府の犬どもを消してください。あなたたち本気でこのテロ組織に加わるおつもりですか。彼はあなたたちの恐怖心を利用しているだけです。ソネット嬢、我々は怖がりだが自由に生きている。この言葉の意味をあなたならわかるだろう。ボートが向かってきました。気をつけてください。かなりの数ですぞ。ザ・ザビーのボディーガードさんいるんでしょ。出てきなさい。お嬢様、こちらです。我々の真ん中にいてください。ジーアの嘘つき。さてと、私たちの出番ね。ソネット様、お手伝いしますわ。他の者は俺と来い。突破するぞ。この時を待っていました。行け。同意見です。大賛成です。お気をつけ。一日一個のリンゴで医者になる。気をつけたまえ、若者よ。刃のように。あなたを信じます。よくわかった。And this gives power to thee. Regna sereno in senso ed in fine. Hai! Doi ken desu. Yaiba no yoni. O ki o tsuke. Regna sereno in senso ed in fine. Hai! Mada minu sekai wa kono sensaki ni. Doi ken desu.Each moment, now night. Each day, one of the apples. Be careful. Nani? Mujuryoku state is only a moment. なに、同意見ですぞ。聞こえ散るリンゴのように星は太陽へと落ちる。準備準備。
セレーナを受け継いでいいの。大賛成ですぞ。同意見大賛成ですぞ。虹の成分を引き出します。白か、あるいは虹の成分を全て出します。気をつけたまえ。わかる。待ちきれないぜ。なに、無重力状態はほんの一瞬だよ。落ちるリンゴのように星は太陽へと落ちる。ロッロッロッ。